皆さんこんにちは。今回は上品だけど色っぽい大人レディーコーデをご紹介します。まずはこちらをご紹介。大人ヌーディーカラーでお上品な印象にしてくれるカシュクールドレスです。デコルテラインとウエストマークのリボンがアクセントでスタイルアップしてくれちゃいます。今回はシルバーアクセサリーとホワイトカラーのサンダルで一足早いサマードレスコーデにしてみました。お次は優秀トップスで着回しコーデをご紹介。まずはブラックを使って大人カジュアルコーデ。首元のラインと肩見せがとっても色っぽいアイテムになってます。サンダルとデニムと合わせてもカジュアルになりすぎなくて可愛いです。カチューシャと大きめピアスを合わせるのがおすすめ。お次は白を使って着回しコーデ。こちらはお仕事コーデとしても使えるようなコーディネートにしてみました。新作のスムースパンツもストレッチが効いていて長く履いても疲れなくって優秀アイテムになってます。ホワイトも印象が変わってとっても可愛いですよね。お次はオールホワイトコーデでご紹介。新作のマキシスカートを使ってちょっぴり早いサマースタイルにしてみました。マーメイドラインってレディーなら持っていたいアイテムですよね。生地も柔らかくて履き心地抜群です。ゴールドアクセと合わせてます。一つ前のコーデとは印象がガラッと変わっておしゃれ上級者の印象になりますよね。お次はチュニックミニワンピースでコーディネート。スニーカーとキャシュのアクセサリーで合わせてみました。控えめのアクセサリーと合わせるとミニワンピでも色っぽさが出すぎなくてヘルシーな印象になります。ちょっと肌寒い日はライダースやシャツと合わせるのがおすすめです。お次は新作スカパンを使ってオフィスコーデをご紹介。裾のプリーツはゆれ感が出て動きがとっても綺麗です。ウエストもゴムなのですっごく履きやすいアイテムになってます。今回はパンツがピンクなのでアクセのピンクカラーで統一してみました。 T シャツと合わせても楽ちんカジュアルコーデになってくれるのでとってもおすすめのアイテムです。カラーはピンクと黒の2色展開になってます。いかがでしたか？今回はお上品で色っぽい大人レディーコーデをご紹介でした。また次回の動画もお楽しみに。以上ガーデンバイベルムーアでした。